北京五輪フィギュアスケート男子4位の羽生結弦、27イコールアナが、20日のエキシビションに出場、お約束のお姫様抱っこを披露し、ファンが歓喜に沸いた。羽生と柳の生お姫様抱っこに会場のファンは大喜び。ネット上でも、羽生お姫様抱っこされて可愛い、羽生くんがマジで姫だった、お姫様抱っこされて回ってるシーン見事すぎ、と歓喜のコメントが相次いでいた。